ミマスは土星の第一衛星。1789年に天文学者ウィリアム・ハーシェルによって発見された。その後、ウィリアムの息子のジョン・ハーシェルが1847年にギリシア神話の巨人族の一人ミマースにちなみ命名、発表した。ミマスは1789年9月17日にイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルによって発見された。 発見には四十フィート望遠鏡が使用されたとされる。ミマスの名称を提案したのは、ウィリアム・ハーシェルの息子で、天文学者のジョン・ハーシェルである。ミマスを含む、すでに発見されていた七つの衛星に対して、八百四十七年に発表した、Results of Astronomical Observations Made at the Cape of Good Hope の中で命名した、カイ・リングとミマス。ミマスは、 半径18.6万キロメートルのほぼ円軌道を約22時間40分かけて一周する天体で土星の主要な衛星の中では最も土星の近くにある。土星の管の中に見られる多数の特徴はミマストの共鳴によって形成されている。例えば土星の2つの幅広い玉木である A 管と B 管の間の領域から物質を弾き出し、 カッシーニの感激を形成するという役割を果たしている。カッシーニの感激の内縁付近にはホイフェンスの空撃が存在し、この空撃内の粒子はミマスとに位置の軌道共鳴を起こしている。つまりミマスが1回交点する間にこの領域の粒子はちょうど2回交点する。カッシーニの感激中の粒子はミマスの重力で常に同じ場所で 同じ方向に引っ張られることになるため、感激の外側へと取り除かれる。また、C 間と B 間の境界は、ミマスト3、1の共鳴を起こしている。海間の小さな羊海衛星であるパンドラは、ミマストの軌道共鳴により、光転周期がミマスに対してに、3の整数比となる軌道を回っており、ミマスト平均運動共鳴を起こしている。 ミマス自身も二つ外側を周回するさらに大きな衛星テティスト1-2の軌道共鳴を保っている。カッシーに探査機が撮影したミマス。ミマスの密度は1.17グラム毎立方センチメートルと低く、氷及び少量の岩石だけで構成されると考えられている。土星から受ける潮積力のため、 ミマスは 415×394-381km の三軸不等大円体で禁じされる形に歪んでいる。この大円体の形状はカッシーニによって撮影された画像でも顕著である。また、一般的な天体は昼の半球の赤道付近が最も高温になるが、ミマスの表面温度はこの単純な分布には従っていない。原因としては、 ミマス表面の氷の状態に地域差があり、熱を逃がす効率が異なっているためという説がある。宇宙探査機シ C には2005年以降ミマスへの接近調査を行っており、NASA は2014年10月17日に衛星の内部に水が蓄積されていると発表した。詳細はミマスの地形一覧を参照ハーシェルクレーターミマスの主な地形はクレーターと峡谷であり、 アーサー王物語及びテーターンにちなみ、命名されている。ミマス最大のクレーターであるハーシェルは、直径 130km に達し、ミマスの直径の3分の1に及ぶ。クレーターの壁は高さ約 5km、深さは 10km で、クレーターの中央級は、底部からの高さが 6km ある。比較としてこのサイズ比率を地球に置き換えると、 直径4 0 0 0キロメートル以上に達し、オーストラリアよりも大きくなる。このクレーターを形成した衝突は、ミマスをほとんど完全に破壊するところであったと考えられる。ハーシェルクレーターの反対側では、クレーターを形成した衝突で発生した衝撃波が到達したことによって引き起こされたと、おぼしき破砕跡を見ることができる。ミマスの表面はクレーターで満たされているが、 それらはハーシェルよりもはるかに小さい。また、クレーターの分布は一定ではなく、表面の大部分は直径4 0トル以上のクレーターで覆われているが、南極領域では2 0トル以上のクレーターは見当たらない。これは何らかの過程により、南極地域から大きいクレーターが失われたと考えられる。見ます表面に見られる地質特性としては、 三種類が公式に確認されている。クレーターと細長い谷である、カズマ地形及び連鎖クレーターである。ハーシェルクレーターの反対側には、カズマ地形が複数見られる。ミマスの地形図。2014年にミマスの測り道は、自身の軌道運動のみでは説明できない要素を持っていることが報告された。 この測り道の異常成分は内部が静水圧平行状態になく細長いコアを持っていることによるものか、あるいは内部界を持っていることによって引き起こされていると考えられた。しかしミマスに内部界があった場合、構造学的に活発な特徴を示すエウロパに働くのと同程度か、それを上回る程度の表面調積応力が発生することが後に指摘された。 ミマスの表面には、表面のひび割れなどの構造学的な活発さを示す。特徴が見られず、これは内部界が存在するという考えと矛盾する。さらに、ミマスにコアが形成されたとすると、その過程で内部界も形成される可能性が高く、それに伴って地質学的な活動を引き起こすはずである。そのためミマスがコアを持っていることで異常な。 はかり道成分が引き起こされるという仮説にも問題がある。その他の可能性としては、ハーシェルクレーターがあることによるミマスの質量分布の非対称性によって異常な、はかり道が引き起こされているという説が提案されている。ミマスの外見は、アメリカ映画、スター・ウォーズシリーズに登場する宇宙要塞、デス・スターに似通っており、このことは、報道や、 研究機関のリリースでもしばしば言及されている。しかし、ミマスがボイジャー1号によって撮影されたのは、第1作エピソード4新たなる希望公開の3年後であるため、これは単に偶然の一致である。また、デススターの半径は8 0トルと設定されており、半径約2 0 0トルのミマスはそれよりも大きい。また物理的特性で述べた通り、 ミマスの表面の温度分布は奇妙な構造をしていることがわかっているが、この時の構造がゲームキャラクターのパックマンに似ていることが NASA のプレスリリースでも言及され、話題となった。詳細は地球以外の実在天体を扱った事物を参照。ありがとうございます。